になぜか僕
飛行機が砂漠の中で故障してから8日目。もうひとしずくしかない。蓄えの水を飲みながら、この星にやってきてからの話に耳を澄ましていた僕は、王子様に向かってこう言いました。実に面白い話だ。だけど、まだ飛行機の修繕ができていないし、それに飲み水がもう一滴もない。このありさまなんだ。だから僕もどこか泉の方へゆっくりゆっくり歩いていけたら嬉しいんだがな。僕の友達のキツネがね。坊ちゃん、もうキツネどころじゃないって。なぜ？だって喉が渇いて死にそうだもの。死にそうになっても一人でも友達がいるのはいいものだよ。僕はね、キツネと友達になれて本当に嬉しいよ。この坊ちゃん、どんなに危ないことになってるか分かっていないんだ。気持ちいい思いをした試しもないし、喉が渇いた試しもないんだが、王子様はじっと僕を見ました。そして僕の心の内を思ったらしく、こう言いました。僕も水が飲みたいから井戸を探そうよ。水が飲みたいの？君も。水は心にもいいものなのかもしれないな。星があんなに美しいのも、目に見えない花が一つあるからなんだよ。砂漠は美しいな。砂漠が美しいのはどこかに井戸を隠してるからなんだよ。そうだよ。家でも星でも砂漠でも、その美しいところは目に見えないのさ。嬉しいな。君が僕の狐と同じことを言うんだから。王子様が眠りかけたので、僕は両腕で抱えて歩き出しました。僕は心を揺すぶられていました。まるで壊れやすい宝を手に持っているようでした。地球の上にこれより壊れやすいものは何もないようにさえ感じられるのでした。そして今こうして目の前に見えているのは人間の外側だけだ。一番大切なものは目に見えないのだと思っていました。すると僕は王子様がいよいよ壊れやすい人のように見えてきました。灯火は大切にしましょう。風がさっと吹いてきたらその火が消えるかもしれませんからね。こんなことを考えながら歩いていくうちに、僕は夜が明ける頃とうとう井戸を発見しました。君の住んでるとこの人たちったら、同じ一つの庭でバラの花を5000も作ってるけど、自分たちが何が欲しいのか分からずにいるんだ。分からずにいる。だけど探しているものはたった
一つのバラの花の中にだって少しの水にだってあるんだけどな。そうだと思う。だけど目では何も見えないよ。心で探さないとね。君は約束守らなくちゃ。約束って？ほら、僕の羊にはめてやる靴輪のことさ。僕、どんなことになったってあの花をほっとくわけにはいかないんだもの。ねえ、僕はこの地球に降りてきたろ。明日は1年目の記念日なんだよ。僕、ここのすぐ近くで降りてきたんだった、うん、1週間前の朝、僕が君と知り合った時、君は人の住んでるところから1000マイルも離れたところをあんなに一人ぼっちで歩いていた。じゃああれもただそうやってたわけじゃなかったんだね。君は降りてきたところへまた行きかけていたんだね。記念日だったからだろうね。ああ、僕少し怖くなった。さあ、もう仕事しなくちゃいけないよ。飛行機のところへ行ってね。僕、ここで待ってるよ。また来てね、明日の夕方。僕は落ち着いてはいられませんでした。狐のことを思い出していたのです。仲の良い相手ができると人は何かしら泣きたくなるのかもしれません。井戸のそばには古い壊れた石垣がありました。あくる日の夕方、僕が仕事から戻ってくると、僕の王子様が壊れた石垣の上に両足をぶらりと垂れて腰を下ろしているのが遠くから見えました。するとこう言っている王子様の声が聞こえました。じゃあ覚えていないのかい？どうもここじゃなさそうだよ。他の声がきっとどこかで聞こえたのでしょう。王子様がすぐこう言ったのですから。そうだよ、そうだよ、今日だったんだよ。だけど場所はここじゃないんだ。僕はずっと石垣の方に歩いて行きました。いくら歩いて行っても誰の姿も見えませんし、誰の声も聞こえませんが、王子様はまた言いました。その通りだよ。砂の中の僕の足跡がどこで始まっているのか見ておくれ。僕をそこで待っていさえすればいいんだ。今夜そこへ行くんだから。君、いい毒持ってるね。きっと僕、長いこと苦しまなくていいんだね。僕は胸が潰れるような気がして立ち止まりました。しかしやっぱり何のことか分かりません。さあ、もう向こうへ行って。僕、下へ降りたいんだ。その時、僕は僕で石垣の根元の方を見下ろしてはっと飛び上がりました。そこには30秒の間に人の命を断ち切る黄色い蛇が一匹王子様の方へ鎌首を突き立てていました。蛇は僕の足音を聞くとスーッと砂の中へ滑り込みました。そして石と石の間に潜り込みました。一体どうしたっていうのかい。
今度は蛇と話をするなんて。理解のいけないところが見つかってよかったね。これで君は家へ帰っていけるんだ。どうして知っているの、そんなこと。僕も今日家に帰るよ。でも君んとこよりもっともっと遠いところなんだ。王子様がこういうのでは、その身の上に何か並大抵ではないことが持ち上がっているのに違いありません。僕は王子様の体をしっかと抱きしめましたが、どこかの深い淵に真っ逆さまに落ちていって、引き止めるにも引き止められないような気がしました。僕、君が描いてくれた羊も持ってる。羊を入れる箱も持ってる。それから靴輪も。坊ちゃん、君、怖かったんだね。僕、今夜はもっともっと怖い思いをするんだ。坊ちゃん、僕、あんたのあの笑い声がもっともっと聞きたいんだよ。大切なことはね、目には見えないんだよ。そうだね。花だって同じだよ。もし君がどこかの星にある花が素敵だったら、夜星を見上げる楽しみったらないよ。どの星もみんな花でいっぱいなんだからね。うん、そうだね。夜になったら星を眺めておくれよ。僕ん家はとってもちっぽけだから、どこに僕の星があるのか君に見せるわけにはいかないんだ。だけど、その方がいいよ。君は僕の星を星のうちのどれか一つだと思って眺めるからね。すると君はどの星も眺めるんだが好きになるよ。君の友達になるわけさ。それから僕、君に贈り物を一つあげる。王子様は僕の好きな笑い声で笑いました。これが僕の今言った贈り物さ。僕はあの星の中の一つに住むんだ。その一つの星の中で笑うんだ。だから君が夜空を眺めたら、星がみんな笑っているように見えるだろう。僕、君のそばずっと離れないからね。僕、もう死んだようになるんだけどね。それ、本当じゃないんだ。ねえ、遠すぎるんだよ。僕、とてもこの体持ってけないの。重すぎるんだもん。でもそれ、そころに放り出された古い抜け殻と同じなんだ。花しかないよ、古い抜け殻なんて。だからね、構わず僕を王子様の足首のそばには黄色い光がキラッと光っただけでした。王子様は声一つ立てませんでした。そして静かに倒れました。音
一つしませんでした。